ここでちょっと午後の走行時間をお知らせしておきます、午後の走行時間は1時30分から第2回目の走行を開始しますので、それまで皆さん焼きそば食べてない方は今並んでないみたいですので、どうぞ焼きそば2回目のお知らせの方に使っていただきたいと思います。この部分もね、デザート車はいっぱいありますので、安全に行きながら見ていただいていいと思います。あとレディース4台の5人で、その後に、前々回、GTS ロータスを持ってきていただいた、久保田さんの方から非常にグッドコンディションの、ジャガーシリーズ版1964年型ですか、こちらの方でちょっと走行していただきますので、その後学生フォーミュラは今日は走行は、R のガチがないですか。はい、今回学生フォーミュラの方は投稿はないみたいですので、最後、